さて始まりました、もちチャンネル。さあ、今回なんですけども、そうですね、ただ呼びの、はい、買収というか、まあ、事業買収ですね、チャンネル買収が非常に思ったよりも苦戦しているというですね、ことになります。まあ、本当だったらもう終わってる段階なんですね。前に動画出した時に、競りですね、競売にかかってるっていう話はしたと思うんですけど、で、まあ、決まりかかってみたいな感じだったんですが、結論から言うとですね、ただ呼び側の詐欺が発覚して、その競売というか競りが、まあ、難しいですね、白紙になったとまでは言えないんですけど、まあ買うと言ってた会社が詐欺でしょこれっていうことで買わないってなったんで、また、白紙まではなってないんですけど、戻っちゃったわけですね。実はそうです。だから本当だったら多分もう今週とかに終わってたんだと思うんですよ、普通に言ってたらね。で、どういうことかっていうと、ただ呼びのその売りに出してる事業っていうのが、まあこの事業のね、チャンネルの方ですよ。そしてもう一個が AI の、はい、事業があると。 AI で、で、二つあって、で、買うのが、この二つをまとめて買うのか、それともそれぞれバラバラに買っていくのかっていうのになったんですよ。で、破産管財人としては、たくさんなるべくね、多くお金がね、入った方がいいので、まあ、まとめて買う会社、もしくはバラバラで買う会社で、まあ、どこが、一番ね、高く出すというか、こう、どの組み合わせが一番高いね、状況になるのかっていうのを、破産管財人としては、まあ、考えていたというわけで、いろいろ言ったんですけど、まあ、僕がね、ちょっと応援してるとことかっていうのは、まあ、AI 事業っていうのは、いらないっていう風になってたんですけど、まあ、知ってるかわかんないですけど、まあ、僕動画で言ってましたかね、あの AI 事業っていうのは億かけた事業だけど全然 AI じゃないと、あんなもの偽物だって僕発信してたよね、言ってましたよね。でも結構な高値がついたっぽいんですよ。まあ、詳しくはわかんないです、わかんないんですけど、まあ、でだって億かけてね、開発してますから、それはすごいものができてると思いますよね、当然ね。で、わかんないです、どこの会社が買うとか全然知らないですよ。まあ、当たり前ですけど、そういうのは公表されてないんでわからないんですけど、まあ、結構な会社が手を挙げたと。その両方買います、片っぽ片っぽで買いますっていうので、で、多かったのは両方だったのかな、はい。で、まあ、いろんな会社が手を挙げて、で、決まりそうになったらしいんですね。決まりそうになったんだけど、いわゆる AI ってだって塾に売ってたんですよ。塾に売ってたんだから、そりゃね、ちゃんとしたものだろうって普通ね、買い手は信じますよね。でも僕はもう聞いてたから、ただ呼びのね、スタッフたちから聞いてて、あんなの AI じゃないっていうのを聞いてたんですよね。だから、そんなの買うところあんのかなって思ったらですね、結構なとこいろいろ手を挙げたと。で、なんか買うって決まったとこが結局調べたのか、手を挙げてたところが調べたのかよくわかんないんですけど、そう、この辺のことはわかんないです。だからね、それぞれバラバラに売れる予定だったのか、全体で売れる予定だったのかも知らないんですけど、それで、まあ、ある会社がそのソースコードをちゃんと見せてくれとですね、そのプログラミングのですね、内容を見せてくれって言った時に、で、見たら、いや、詐欺だろこれってなったわけですね。AI という名を語った全く AI じゃないものだろうっていうことが分かったと。僕発信してたんですけどね、はい、ということで、これは成立しないだろうっていうことで、どうも振り出しに戻ったのまではいかないと思うんですけど、これは価値がない、無価値なものであるって言ってなくなったらしいんですよ。なんか宙に浮いちゃったらしいです、そのまま、はい。ということで、未だになんか決着がついてないそうです。僕もびっくりしました。いや、まさかそんなにその AI のやつを買おうとしてるところがあるとは思ってなかったんで、だから発信してたから、それを言ってたから、だから結局わかんないんですよ。だから別々で買うところになるのか、それとも全体でまた買うことになるのかとか、そういうのでまたね、それはどこの会社がやるんだって話ですからね。だからまた話し合いになるのか何なのかわかんないですけど、決定してないっていうことです。で、まあ、いかにね、まあ、どんだけひどいものかっていうのを説明します。まあ、昨日ちょっとプログラミングとかやってる人に話聞いたんですけど、意外なのかよくわかんない、結構あるらしいです。 AI っていう名を歌った、まあ、ある意味詐欺みたいなもの、いろんなところがただただ自分たちの開発したものを AI っていうね、枕言葉みたいなものをね、なんかつけて販売してる。で、実際ね、それ使ってみたら、いや AI って何ね、AI って言ったらさ、こうディープラーニングでさ、ね、こう、様々なものを学んでいき、ね、いろいろな情報をこうね、仕入れてっていうのも変ですけど、中でこうね、いろいろと進化していくっていうイメージなんですけど、ただみんなやってたものは一体どういうものだったかっていうとですね、まあ、例えば志望校を決めたいっていう時に、皆さんがこう、いわゆる、はい、いいえ、とかってあるじゃないですか、よく。
チャートでさ、理系ですか文系ですか、あの文系みたいな、そこ二択でこう選んでいく、ね、文系です、何に興味がありますかみたいなので、経済ですかはいいいえみたいなね、経営ですか法学ですかはいいいえみたいな、あるじゃないですか。ああいう、もうこんなのさ、アルゴリズムと言っていいのかっていうね。まあ昨日ね、その友達と話した時も、そんなのアルゴリズムって言えんのかと、単なる本当に樹形図じゃないって、ね、言ってた。で、もう数学のなんかすごい基本的なやつじゃねって言ってた。なんかもうプログラミングのレベルなのそれみたいなね、言われたんですけど、それなんですよ。もうそんなのさ、あるじゃん。なんかもうさ、受験のさ、いわゆる志望校選択をするやつとかのさ、本に載ってるレベルじゃない、こうやって。はい、いいえ、みたいな、イエス、ノーみたいなさ、そういうレベルだったりして、もちろんね、詳しいことはわかんないですけど、だそれに、すごい、ね、もう莫大な開発費をかけて、やったらしいんですよ。そしたら、まあそういうのが出来上がってしまってて、だから言ってたんですよ、その内部でね、働いてた人たちが、もうね、手動 AI って呼んでましたから、はい、全然何にも自動でやってくれない、はい、手動なものって言ってたんですが、本当にそうだったようで、だからバレたということですよ。バレちゃったっていうか。だからそういうことが起きるだろうと思ってたから僕発信してたんですけど、買おうとしてた会社調べてなかった。たんですね。いや、もうちょっとさ、買うんだったら調べた方がいいと思うんだけどな。だそういうのもあって発信してたんですけど、まさかその AI の方にすごいお金を出して買う、まあいくらかわかんないですよっていう人がいたんだなと。わかんないですよ、 AI だけで買うって出してたのか、それとも AI とはね、サイトセットでっていうので結構な額を出してた人がいた。そこがまあなくなった、話がなくなったっていうことで、いやだから塾にさ導入してたってさ、それ塾とか、そう、学校に入れようともしてたしさ、まあ、結構でっかい規模でね、まあ、いろんないくつかの 大学じゃない、いくつかの高校に入れようとしてたんですよ。その辺も知ってたんで、うん、まあ、なんかいろんなコネとかでね、そう、学校の先生とかとのコネでね、入れようとしてたのも知ってたんで、まあ危なかったなっていう感じじゃないですかね。で、新課程になってたんです、まあ、数学とかね、そういう新課程になってて、で、まあ、これからね、歴史とかもね、変わる、歴史総合だったりなんだりで、まあ、なんかそういうものの対応をしてなかった。で、それに対応するために、何か、まあ、わかんない、プログラミングと言えるのか、それを書き換えなきゃいけないっていうので、それを書き換える人もいないし、もう、それをやるお金がないと。なかったから、もうそういう販売はやめてたって、社長ですね、潰れる時の社長には聞いてたんですけど、案の定というか、まあそりゃそうでしょうみたいなね。そうそう、クレームが来て、クレームをね、なんか対処することもできないしって言ってたんですけど、まあその時点もう計画倒産だったから、ね、ほぼほぼ計画倒産で間違いないと思いますけど、まあもう逃げる気でしかなかったんだろうなっていうのは、ありましたけど、そんな感じで。いやだからなんか、まあ動画をさ導入してたとことかはわかるけど、この AI もね導入してた塾とかがあると思うと怖いなって思いますけどね。まあ気をつけてください。何でもかんでも AI って言ったらいいもののように聞こえちゃう世の中ですけど、はい、こういったこともありますので。なんでまあまたこのなんか売買に関しては続いているそうです。はい、本当はまあ今週ぐらいにはどこかがね決まって契約とかになってたんじゃないかっていう話でしたが、はい、だそうです。僕も驚きましたが、現状こういうことだそうですので、だから11月中にほらね、債権お金貸してた人たちに返すっていうのがねとかでやるんですよね、話し合うみたいなのがあるはずなんで、その時までにはその破産管理人としては絶対終わらせたいはずなんで、まあ、10月中には決まんないとダメじゃないのって思ってるんですけど、はい、現状はそういうことだそうです。はい、結構来てたんで、動画コメントとかでどうなったのか教えてくださいって来てたんですが、そうだからちょっとわからないって言ってたのは、実はこういうことになってたからでした。はい、果たしてどうなるんですかね。はい、いや闇が深い。いろいろ調べた感じではまだあると、闇が、はい、そこに関してはちょっとあまりはっきりとはまだ分かってないことが多いからちょっと言えないけど、この AI のことに関してはもう分かったことなんで、そういうことがあったっていうのは聞いたんで、もう一つの方はまだなんか終わってないらしいので、そちらがまあもしかしたら終わったら話せるかもしれないですね。だから予想してたよりもだいぶ、はい、闇が深かったということです。皆さんはどう思われますかって言ったらね、そんなどう思うとかの問題じゃないよね。どうなるんだどうなるんだっていうの同じです。皆さんと同じようにこっちもどうなるんだどうなるんだっていうのをこうまた伸びたのかっていう感じでいます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。